とも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。激しい攻撃、おっと一発目から猛烈な当たり、あーっと速い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでフリーザーも登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。戦う構えに入って、さあこれは、おーっとポケモンの選択を誤ったか。ここで回避率をアップです。さあ熱いバトルが展開されております。さあ今度は効果は抜群だ。まだまだステータスをアップします。白熱したバトルが続いております。さあこの場面で、おっと攻撃が外れた。おっとここで一眠りか。両者とも大健闘です。両者向き合って、さあここで弱点をついた。おっと眠っていて動けません。さあ激しいバトルです。さあこれは、おっとこれは外れ。ここで目を覚ました。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ今度は狙い的中。おっと麻痺して動けません。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこの場面で、よし当たった、あっとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでザブトリオの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで冷凍パンチ、おーっと大ダメージ、あーっと一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。トーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。ここで猛烈な吹雪、あーっと氷漬けになってしまった。おっと凍っていて動けません。両者とも大健闘です。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでフーディンの登場だ。勢いのある攻撃、よし。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。おっとステルタックル、激しく当たった。
おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。片やまだ余裕しゃくしゃく、片や疲れを見せております。さあこれは、おっと特殊能力がダウン。ここで地震攻撃、よしヒット、あっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここで海竜の登場だ。さあここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。激しい攻撃、よし当たった。おっとダウンだ。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここで風鈴の登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあここで弱点をついた。さあこの場面で、おっと麻痺してしまった。さあ熱いバトルが展開されております。いったー、急所を捉えた。おっと麻痺して動けません。両者とも大健闘です。のしかかった、強烈な一撃。あーっと力尽きたか。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでスターズの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対2、緊迫した戦闘が続いています。ここでサイコキです。いい感じの当たり、ここでダウンです。両者とも残るポケモンは1匹ずつ。さあ最後のポケモンになってしまった。おっとこれでは戦えない。現在のところ残るポケモンは1対1、バトルは大詰めを迎えています。いい当たり、あーっとダウン。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。激しい攻撃、急所を捉えた。あーっと速い、いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここでサンダーの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。勢いのある攻撃、おーっとこのポケモンではまずかったか。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。
熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこれは鋭い当たり、おっと麻痺して動けません。さあ両者との体力は互角。さあここで急所にヒット、あーっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでフリーザーも登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2、両者一歩も譲りません。さあ今度は、おっと麻痺してしまった。ここで猛烈な吹雪、狙い的中。あーっと力尽きたか。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでラプラスの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。さあこの場面で、おっと特殊能力がダウン。おっと毒毒攻撃、おっと効かない。白熱したバトルが続いております。さあこれは急所に当たった。さあここで相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ熱いバトルが展開されております。さてさあ今度は、よし、おーっとそなたが飛び上がった。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。さあこの場面で、おっとこれは外れ。さあこれは、よし当たった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあここでいい感じの当たり、おっとまた空中へ飛び上がった。さあ激しいバトルです。戦う構えに入って、ここで再起きです。おっと当たりません。おっと麻痺して動けません。両者とも大健闘です。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでスターズの登場だ。さあ今度は効果は今一つのようです。あーっと力尽きたか。